植物にも感情がある。どうも一斉です。今日はですね、久しぶりにアグロネマをですね購入したんで、ちょっとお見せしたいなと思います。こちらですね、じゃじゃーん。こんな感じの丸い感じの葉っぱでね、端の方がちょっとトゲトゲしてる感じの、これねメタリカっていうアグロネマなんですけど、ちょっと上からお見せしますね。はい、こういうかなりね深緑みたいな感じのね、結構黒に近いようなね葉っぱの色をしてるアグラオネマなんですよね。めちゃくちゃかっこいいでしょこれ。この葉っぱとかちょっと見てくださいよ。もうめちゃくちゃね、あの濃い緑色でして、葉っぱのね端の方がトゲトゲしてるじゃないですか。これがまたね、あの丸っこい葉っぱなのに端の方がちょっとこうトゲトゲしてるんですよ。この辺がなんだろうね、ソリッドな感じっていうか、こう葉っぱもねなんか結構割と固めっていうかね、あのピクタムとかと比べると結構こう硬いんですよ葉っぱがね、まあ、その辺もねなんかちょっと魅力的っていうかね。僕ねこれ実はかなり前なんですけど、3年くらい前かなにねちょっと育ててたことがあるんですよね、メタリカはね。なんですけどちょっとまたね育ててみたいなと思って購入してみました。発根もしっかりしてる株でね、はい、嬉しいですよね。ちょっと植え込んであげようかなと思います。一斉の動画、はい、植え込むのはねいつもと同じ5号鉢のスリット鉢ですね。これにあの用土もお決まりですけど、鹿沼土の中粒と小粒を合わせたものにマガンプ系の中粒を混ぜ込んだものになります。これをちょっと使って植え込んでいきたいなと思います。植え終わりましたね。ちょっと水あげてきますね。こんな感じでね、ちょっと植え終わりました。やばいでしょこれ、かっこいいでしょメタリカ。いやーでも懐かしいな、メタリカ僕めちゃくちゃ好きだったんですよね。何気にね、あのアグラオネマのピクタムとかいろいろある中で、カーティシーとかの中で好きなランキング上位に入るねアグラオネマだったんですよね。いや懐かしいな、いやかっこいいよやっぱり。はい、横から見るとねこんな感じです。かっこいいでしょ。水あげたばっかだからさ、滴ってくる。こんな感じ、こんな感じですよ。この葉っぱのね色と、このなんていうか、この野生感満載というかさ、なんかこうアグラオネマってさ、ピクタムのイメージがめちゃくちゃ強いと思うんですよ。ピクタムとは似ても似つかないじゃないですか。その感じがねなんかまたメタリカって僕は好きでして、うん、また育ててみようかなって思いました。はい、一斉の動画、はい、そんな感じでね、またねメタリカがぐんぐん成長してきたら動画にしようかなと思います。そんな感じですね。僕ツイッターとインスタグラムもやってるんで、ぜひフォローの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。